全身チャンネル第225回。はい、ついに斉藤育馬前全学連委員長が奪還されたということで、まあ、早速ですね、前に動画で、まあ、斉藤さんも僕と一緒でダークソウルっていうゲームが好きなんですよっていう話をしたと思うんですけど、最近あのフロムが新しいゲームのエルデンリングというのを発表しているので、まあ、早速斉藤さんと一緒にそういう話をして楽しんでます。今週の前身はこちらです。 10.13 サンリーズが全国集会へ、サンリーズが芝山連合空港反対同盟よりアピールが掲載されています。旭川弾圧 A 同士を奪還。10月2日同立旭川東高校で星の絵画展の案内ビラを配布したことをもって建造物侵入で不当にも逮捕されていた A 同士は不起訴釈放されました。全学連告売、公安西澤が暴言。9月30日、東京地裁で全学連大会襲撃事件、国家賠償請求裁判が行われました。今回は被告側の公安警察官、山本清人と西澤武の証人尋問が行われました。その中で弁護団の追及に対し、公安西澤は、いちいち適法かどうか確認しないと逮捕できないんですか?とめちゃくちゃな発言をしました。次回は10月24日13時半からです。傍聴される方はお早めにお集まりください。学校に変形労働時間制絶対反対、導入を葬ろう。萩生田文科大臣は臨時国会で公立学校への1年単位の変形労働時間制導入のための法改悪を行おうとしています。繁忙期である学期中の勤務時間を長くし、閑散期である夏休みなどにまとめて休みを取りやすくするとされていますが、制度導入によって業務量が減るわけではありません。結局1日の定時勤務が10時間に延長され、2時間の残業が隠されるのです。また夏休みなども決して閑散期ではなく、研修や出張、部活などがあります。変形労働時間制は8時間労働制の原則への攻撃です。労働時間ではなく残業代の削減が目的であり、資本にとって都合の良い働かせ方に過ぎません。非人間的な労働に対抗するため 11.3 労働者集会への結集を呼びかけています。そして10月23日水曜日、都内にて連続学習会を開催します。第9回は国鉄分割民営化です。興味のある方は Twitter の DM か全学連メールにご連絡ください。ご視聴ありがとうございました。全身の定期購読とチャンネル登録よろしくお願いします。サブチャンネルの GNL もぜひご覧ください。 Twitter と Instagram もチェックしてください。